11時31分になりましたこの時間はがんばれ南葛 SC でお付き合いお願いしますということでございます、えー、MC の井上真と申しますそしてお隣はいつもの通りこの方でございます南葛 SC 浅田ですはい、今日もよろしくお願いいたします,しいしますということでございますけれども、えー、この番組はね浅田さん、はい、東京都社会人リーグ一部に所属しております我々南葛 SC 葛飾区のサッカーチームでございますけれども J リーグ3人を目指して日夜頑張っておりますそうですそうですねはい、えー。そんな応援していくそんな番組でございますけれども、うん うん、先週の試合ね、ねこの番組でもお届けしてきたんですけれども、えー、関東リーグ昇格戦がありましたけれど残念ながら敗退ということになってしまいました、瀬田さん、今のお気持ち、いかがでしょうかと、るばかりですけれどもそうですね、まず最初に本当に多くの方にですね、はい、あの会場にお越しになっていただいて、はい、本当にたくさんのご声援をいただいたことに、うん、まず本当に深くあのお礼申し上げたい。 というところと、はい、今シーズン、本当にいろいろな方、スポンサー、行政、あの本当にたくさんの方に支えられましたので、まあ、そういったところのまずお礼を申し上げたいと思います、はい、本当に1年間、ありがとうございましたはい、はい、その辺も含めまして、ですね、えー、とにかく並ぶとは思えない注目度が非常にありました、はい、盛り上がった関東・社会人サッカー大会でございましたがその辺のお話、そして今後のお話なんかも含めまして、今日はね、えー、ゲストの方を来ていただいているということで。 えー、後でご紹介させていただきたいなと思っております、はい、というわけであずさ前向きに今日もね、はい、お送りしていきたいと思いますそれでは行ってみましょう今週も頑張れなんかぜっしキックオフ <coughs> さあ改めまして井上までございますそして中ん氏、浅田ですはいお疲れ様でございましたいろいろな試合後は選手の涙なんかも ね、あったかと思いますけどあの浅田さん、まあ、コーチとして、はい、指導者として、はいろいろ携わってトリーグ1年頑張ってこられたわけですがそこで優勝して臨んだトーナメント、えー、残念な結果になりましたけれどもどうでしたかベンチそしてピッチ脇で見ていた試合週末振り返って、まあ、あの選手は本当に一生懸命やってくれましたし、はい、もう持っている力をすべて出してくれたと思います。チームににに関してもあのこの目標を達成するために本当に 日々いろんなことを考えながら日々、成長していいチームになったかなと思いますがどうしてもあの勝ち負けいつも言ってる通りありますのでまあ勝負の女神がちょっとこっちになかったかなとまあ悔しい結果ですけども本当に下向いてる時間はないのでもう次の目標を立ててもう次の目標を向けて本当に走りたいなと思ってます分かりました。まあねあのー、来季も トリーグ一部、変わらないカテゴリーでもう1年と、はいね 1> えー、チャレンジは続くということでございます監督の方もインタビューで、ね、お答えしてましたけれども、まあ、相手が戦い方を徹底してきたとで向こうはあの関東リーグで、ねえー、落ちてきたチームということで、まあ、一応、試合後者格上ということで何月もそこに果敢にチャレンジをしたけれどもちょっと1つ、えー、点が奪えなかったと。 いう試合だったんじゃないかなというふうに思いますけれどもさあそれでは今日はゲストにねお越しでお忙しい中お越しいただいてますのでこの方を呼びしましょう自己紹介お願いします自分で喋るんですかなんか是非 GM の岩本です岩本さんです,すありがとうございますお忙しい中あのずっとあのメールもいただいてまして岩本 GM ちょっと番組に出てほしい出てほしいとねいうのもあったんですけどもなかなかお忙しいと い,いやーここでも連勝して、ああリーチをかけて、小学にリーチをかけて出たかったんですけれども、そうですねまあ本当に申し訳なかったですね、応援していただいている方々には、でも本当にこれがサッカーなのかなと思いましたね。にや明けてということですけれども、いろいろ結果次第でね、自由のあのいろんなお話も聞けるかなと思ってたんですけど、きょう、敗退という中で、あえて来ていただいたということに、本当感謝を。 表したいんですけれども、はい。チーム的にもいろいろご準備もありまして進めてきたこともある中で、すごい注目度でしたね。でも、そうですね。はい、あの今シーズンの収穫で言うと、本当にあの、はい、まあ福西さんの加入もあり、はい、福西相当その全国に、はい、あの全国に南葛西というチームが東京にあるんだと、うん、リアルにあるんだということを知ってもらった一年だったんじゃないかと思います、はい。そうですね。もうスタジアムにもね、浅田さん準々決勝はもう若ば もう満員になるような、でメディアもたくさん訪れて、そしてそれこそウェブメディア含め、いろんな安価でという文字が、そして葛飾にこのチームがあるという情報が踊ってましたもんね。そうですね、えー、あの初日の清瀬、はい、2>, 2日目の赤羽、両会場とも本当にとんでもない数のお客様が来ていただいて、本当に臨時バスがあのー、出てしまうぐらいの、うん、本当にそのぐらいの盛り上が,盛り,上がりを。あのー 見せれましたし、はい、まあそんな中で本当にチームとしても、うんまあ、いろんなお客さんに本当に良かったよとご苦労様と言ってもらえるような試合ができたということは、はい、本当に選手たちに誇りを持ってもらいたいと。 思ってますそうですね、はい、ちょっとメールもいただいてるんです、がいメールをね、えー、田場さん、ありがとうございます、えー、関東社会人サッカー大会1回戦、準々決勝ともに現地で応援しました、残念としか言いようがありませんと、いまだにふとした瞬間、負けたことを思い出します、社会復帰にはしばらく時間がかかりそうです、過去、笑いということで、えー、葛飾区以外の試合でも、えー、外からでも、たくさんの人が応援に来てくれてましたねと、選手、スタッフの皆さんの頑張りだと改めて思いましたという。 メアローいただいてますが GM いかがですががかかででそうわれわれは当然あのチームが勝つために昇格するためにそこに 1%,、はい、まあ1でも勝つ可能性を上げるっていうのもわれわれの仕事なんですけど、はいうん、一方あの、J リーグを目指すクラブとして、はい、そこの注目度を上げたりしていくそれこそ金を高めていくってことも同時に必要でそのために、ねね、たんそこの先にあのスタジアムを、うんはい 作ったりそういうことも含めてなのでただ単に勝てばいいというチームではないのでもちろん勝利も必要ですけれども周りに応援していただいて巻き込んでいかないと進まない部分もたくさんあるということですよね。そうですねむしろそうしないと J リーグていうのも本当に夢物語終わってしまうのでそこに向けてやっぱり注目度も上げつつ上げやすい他のクラブよりかは上げやすいクラブそれこそキャプテン翼を活用できていますのでそ も含めて、えー、今後もやっていきたいなと思いますはい了解でございますもう一つ土井さんからいただいてますありがとうございます、えー、今シーズンはいろいろお疲れ様でしたチームも頑張りまして私たちもなんとか葛飾を盛り上げたい一心で精一杯応援させていただきましたが目標に届かず残念ではありました えー、振り返ってみて南括以外のゲームを見させていただきましたがやはりこういう特殊な戦いトーナメント戦を勝ち抜くのは経験もありますが、えー、どれだけ選手が普段以外の気持ちと走り抜くファイトができるかなというのを感じました、えー、チーム事情や環境もありますからなかなか難しいとは思いますがもっとライバルチームに差をつけるのであれば南括 f c は練習量が少なく感じますその辺りは GM としてどのようにお考えなのかまたそれ以外でお話できる範囲内でぶっちゃけた構想とかあれば教えてください、うん、ということですけども GM 質問 話せる範囲で言うと、今シーズンはあの週3回、週末の試合以外は週3回の練習ですけどそ週3回練習してるんですよその中のでも、週にしかあのフルピッチのグラウンドまあサッカーのグラウンドは使えてないんですね、それを今、葛飾区さんと相談させてもらって、そこを増やす、できれば希望は倍増したいというのを話していて、そういうような話もしているので、ああ実際、試合を見て、戦ってみて、我々もやっぱりその練習量の部分。 というのはこの上のカテゴリーで戦うにはまだまだ足りないまあ上のカテゴリー関東のチームには本当に集合で練習しているクラブもたくさんありますので集合会仕事しながらですもんねそうです、はいはい、だからそこに向けてやっぱりあのー、葛飾区にもご協力いただいて進めていくしかないかなと思っています、うん、はいわかりました浅田さんいかがですかそうですね、はい、あのー、もちろん今回は上がりませんでしたが、うん、やっぱり まあ来年、東京一部またチャンピオンになって関東大会出てこの結果を今年の結果をリベンジして来年関東再来年関東二部に昇格したときにはもうやっぱり今度は JFL とと、はい、いうところを見てそのためには本当にどの地域リーグのチームあの関東リーグも含めてです、ねはい、ほとんどのチームがやっぱり週5とか練習やって本当にチーム力高い、はい、クオリティも高い、はい、完成度も高い、うん、そういったところをやっぱりこうフィックスするにはやっぱり練習量を増やして本当に選手たちが共存して一緒にやらなきゃいけないのかなと本当に思いますね GM、どうしてもね今日はあのこういうふうになりがちですけど忘れちゃいけないのは関東いやいや東京とリーグ一部 1年でまず優勝したということですよね、昇格初年度で、正直、優勝まで、4位まで昇格戦には出れたので、はい、あの優勝をできるとは、シーズン前は、ねうんうん、優勝して、そのトーナメントに望んで、そこではだめでしたけれども、うん、これを評価すべきだと、非常に思います,しそうです、ね、ただ、今シーズンの,その優勝、東京都一部の優勝は、正直、ラッキーな部分もあったので、来年は。 そこをラッキーではなくて、まあ、実力として、あのー、頭一つ抜けた存在としてしっかりと優勝して、まあ、関東昇格戦みたいですよね、はいまあ、本当に、ね、浅田さん、今年はもう優勝もありますし機運も高まったですし、あのー、名前もどんどんこう世に響きましたしそういう意味の成果はありますよねいや本当に大きな成果と、えー、いうか本当に大きな。うん いろんなものが本当にたくさん増えた年だなと思ってます、はいえー、さっきジ自エもおっしゃっていただきましたけど、はい、気運という意味でもね周りを巻き込めるチームにどんどんなっていくとそして戦いは続くということですもんねそうですね、えー お二人にじゃあ今後のビジョンといいますかやっぱりこうファンの方気になっていると思いますが何喝 SC が勝飾にあるというのはラジオお聞きの皆さんもどんどんこう年々ね分かっていただいていると思うんですけれどもどんなチームに GM していきたいなとこう漠然とした思い出もま,あまず、そもそもクラブとしてですけどあ,のまあ年内にあの株式会社化してトップチームをそれであの高橋洋一先生があの社長になります<う>オーナーになります。 なのでこれまでは先生は講演会会長という後、ま、方、あ、支援みたいな感じでしたけどご本人の意向もあってこれからはあのもう自分自身が本当に先頭に立ってやっていくというそういうまあとでもうそれこそこの今日のラジオの後も先生とそ,のそれに向けたミーティングなんですけどまあもう新たなスタートは切っていてそこに向けてあのよりこう加速してやっていくようなイメージですね。はい これれからあれですもんねいろんな株組織含めの子どもたちの,、ね、あの環境とかも整えてきつつ地域に根ざしたクラブとして、ね、よりやっていくわけですもんね、浅田さんね,そ,うですねそしてスポンサーの方も、ねはい、どんどんこう支えていただいている方増えてますしどんどんこのラジオを聴いている方も、ね、いろんな意味で応援してスタジアム応援して,ていただきたいですよね、そうですね本当に。はいはい、やっぱり、あのー、ファンの方気になると思うんですけど次の戦いに向けてというか次は南かと一緒の試合とか、えー、メンバーにいつ会えるのかっていうの気になっていると思うんですけれども。 一旦これで今年のシーズンは終わったとっいうことです,もん、ね、うですね、2018シーズンの公式戦は、もうこれで全て終了しましたチームとしてはどんな動きになっていくんでしょうかそうですね、はい、ちょっとあの選手たちも本当に休みなくずっと戦ってきましたので、はい、ちょっと若干だけあのお休みというか、はい、まあ気持ちとこあの体のリフレッシュをしてもらって、うん、でまた集合して、次の戦いはあの12月の末から、今度また天皇杯の東京戦、東京カップっていうた、はい、戦いが始まりますので、またそこで新たなチーム、 あのね、本当にまたいい試合見てもらえるようなチーム作りをしたいなと本当に思ってますじゃあ GM、もうお時間来てるんですけどあの地域の皆さんに GM からこうメッセージお願いというか思いをちょっとお伝えいただいていいですか。うん、はい 葛飾区から J リーグへという,、まあ、そ,う,というそういう、まあ、今、方針でやってますから、はい、本当にこれをぶれずにとにかく、まあ、やっぱりサッカーの試合は必ず結果出るかどうかわからないんですけども、はい、やっぱりずっと継続してやっていくことが大事だと思ってますんで。うんはい、それを、まあ 選手スタッフ一同やっってていこうと思ってますす、はい、本当ですよねそれぞれの皆さんがそれぞれの立場で本ももそばで見たりするんですけどすべての全力を尽くして準備と舞台を整えてさあ試合いだでもそこには勝ち負けがあって一発勝負だったりしてそこで上がるでもいろんなチームがそういうところで泣いたり笑ったりしながら上がってくるのが一つサッカーの魅力でもあるということですよねジームねだからマーさんももうちょっと本気出してもらいたいですよね。 うちょっとあのー、<え>もっと本気出すんじゃないかない <laughs> 今、ね、ラジオとか伝わりにくいですけど GM 笑顔ですからねわ <laughs> <laughs> か,、ね、<laughs> かりましたこの番組では毎週ねこれからも新しい戦いに向かって毎週、えー、ご情報をお伝えしていきたいと思いますので皆さんのね、えー、情報、えー、メール、ね、ご要望お待ちしておりますそして裏ポッドキャストもやっておりますそちらでは少し柔らかめのね情報をお伝えしているということでございますまた GM ちょっとちょいちょい来てくださいよ まあタイミング見て、マー、ね、<laughs> マーさんがマーさんが本気になってくるから、<laughs> ね、何で見せれるんだろう。<laughs> いやわかりました。もうあのチーム来て来てっていうね、メアールをいただければまた来てもらえると思いますんで、そのようなあの圧倒的なねあのスピード感のある情報もいただけると思いますんでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。お忙しい中ありがとうございますじゃあ澤田さ,さん、はい、本気のメッセージを最後にいつも通りお願いします。はい。はい えー、今シーズン本当にたくさんの方にご支援いただきました、はい、本当に心よりありがとうございますあのー、結果がちょっと伴いませんでしたがただあのー、また新しい戦いに向けて今日からまた走り続けます、はい、今後ともよろしくお願いします岩本知恵も忙しいのありがとうございました裏にもご参加いただきます来週も頑張れ中江市キスキスキ